西洋小路科は茶碗竹木に属する外生菌根菌の一群である。俗にトリュフと呼ばれるキノコを含み、トリュフの多くは西洋小路族に位置づけられているが、それ以外のキノコでもトリュフとして扱われる場合がある。本科は1822年にベルギーの植物学者バルテルミー・シャルル・ジョゼフ・デモルティエによって分類された。 1997年のリボソーム DNA の延期配列に基づく分子系統解析により、上り硫化の菌類と菌縁であることが報告された。なお、日本語での故障が類似している小露化や偽小露化は共に門の階級で別の位置に置かれており、二角菌赤いに属する点で共通するのみであり、西洋小露化との直接の類縁関係は非常に薄い。 オドネル、ケリー、エリザベス・シグルニック、ナンシー・エス・ウェーバージェームズ・エム、トラッペ、ファイロゲネティック・リレーションシップス・アマング・アスコミスタス、トルフズ・ザ・トルゥルー,ー・フォルス・マレルズ・インフォード・フロム18、S&28S ・ S ライベソマル、DNA ・シークエンス・アナリシス。マイケ・ロージア89,48から65、ドイ、10.2307、3761172、 ありがとうございます。